カレン王はニューヨークで結成されたロックバンドヤーヤーヤーズのボーカリスト。韓国人の母とポーランド人の父の間に生まれる。韓国で生まれニュージャージー州エングルウッドで育った。オベリン大学で学んだ後ニューヨーク大学ティッシュ芸術学校へ移った。現在はロサンゼルスを拠点にしている。ヤーヤーヤーズのフロントウーマンとしてよく知られる。また、 友人のファッションデザイナークリスチャン・ジョイが制作した奇抜なファッションでも注目を集めている。バンドを始めた頃はライブ中に奇抜な行動をとっていたことで知られるようになった。プレイボーイの表紙を飾るオファーを受けたことがあったが将来やるかもしれないが今やるべきこととは思えないとして断った。しかしその後の AP 通信のインタビューでもう絶対にやる気はないと語った。 2003年、オーストラリアでリビットフェスティバルのツアー中、シドニーのメトロシアターのサイドショーでダンス中にステージを踏み外し、渋々病院に運ばれた。数日後、ライアーズのアンガス・アンドリューに車椅子を押されて、姿を現した。2004年と2005年の2回にわたり、スピン氏のセックスの女神賞に選ばれた。2006年には、ブレンダー氏の 最もセクシーなロックミュージシャンの女性の一人に選ばれた。2008年、ネイティブコリアンロックというサイドプロジェクトを立ち上げた。2005年の映画、ロ人形の館の中の曲カットメアップで、ハーマースーパースターと共演。ジャッカスナンバー2では、ピーチズ、ジョニー・イノックスビルとバカスを録音した。2007年の、アイムノット・ゼアでは、ボブ・ディランの 追憶のハイウェイ61をカバーした。2011年のデビッド・フィンチャー監督の映画、ドラゴン・タトゥーの女では、トレント・レズナーと連名で、レッド・チェッペリンの移民の歌をカバーしている。元恋人のスパイク・ジョーンズが監督した2009年の映画、怪獣たちのいるところでは、カーター・バーウェルと共に作曲のすべてを担った。サウンドトラックは、 カレンオーザ・キッズ名義で発表された。ヤーヤーヤーズのバンド仲間ニック・ジナーと作曲したオール・イズ・ラブは第52回グラミー賞の映画、テレビその他映像メディア用に作曲された曲にノミネートされた。ありがとうございます。